山口大学の玉田と申します免疫療法というのがですねがんの,、えーまあの治療として使われるような時代になってきましたであの、えーまあ、今日はですねその免疫っていうのは一体何かということそれから、まあ、免疫を使ったがんの治療というのは、まあ、どういうことなのかというところを、まあ、しっかり学んで、まあ、ぜひ正しく理解していただきたいというふうに思います。えー まずあの今お話ありましたようにがんに対する免疫あの治療法というのはですね、まあ、よく手術をされたりそれから、えーまあ、化学療法で書いてますが、まあ、これはいわゆる抗がん剤ですねお薬の治療それから放射線を当てるというのもありますでただ、まあ、これを、まあ、よくこれを標準治療、まあ、一般的ながんの治療法というふうに言ってるわけですけど、まあ、なかなかこれでは、えー 完全に治すことができない進行したがんというのがたくさんあるわけです、ね、あの今日来られてる方のご関係の方にもですねご家族とかお知り合いの方にもそういう方がいらっしゃると思いますであの、まあ、そういう方に対してさまざ、あ、まな新しい治療がもちろんお薬でも作られてるんですけども一つのアプローチっていうのがこの免疫療法ですね体の中の免疫の力を使ってがんを治すと。 いうもので,すであの癌の免疫療法っていうのは実は長い歴史がありますもうあの、まあ、ここ1970年代と書いてますが、まあ、これはこのようなお薬として実際にこう何て言うか体系化されたというか使われるようになったのがこれこの辺りですけどそれも前にですね、えーまあ、たくさんの癌の免疫療法っていうのは、まあ、研究もされてたわけです。で えー、当初、まあ、1970年代ぐらいはですね、えーまあ、聞いたことのある名前がこうあると思いますが、あのーまあ、免疫を体の中の免疫をですね、まあ、とにかく元気にしようと、まあ、そうすれば何、まあ、かいいことあるんじゃないかとで免疫ががんを殺してくれるということが起こるんじゃないかというような考え方で、えーまあ、ここにですねちょっと難しい言葉ですけど「非特異的」と書いてます。非 まあ、とにかく何か元気にすればいいことあるんじゃないという、まあ、そういう、まあ、あの非常に未熟な考え方だったんですね。で1990年代ぐらいからここですね特異的っていうのは何かというと免疫の細胞ががんとがんではない正常細胞ですねこれをしっかり見分けてがんだけを殺してくれるような免疫の細胞これを うまく体体のの中中でで作り出すすあるるいは体の中でこう誘導するそうすれば、えーまあ、がんに対してもっといい治療ができるんじゃないかというのが、まあ、そういう考えが始まったのが1990年代ぐらいからですねで、まあ、いろんな研究が進みましたで私もちょうど1992年ぐらいに大学を卒業して、まあ、こういう研究をずっとしてきたわけです。でえー、実際です、ね、そうは言っても がんの免疫療法がいわゆる、まあ、厚生労働省という国のです、ね、機関からがんの治療薬として保険を使ってあの免疫療法していいですよと言われ出したのはつい最近です。もう数年前4年前前ぐらい前ですね でじゃあなんでその間なかなか難しかったのかというところもあるんですが、まあ、そこはいろんな研究が進んでました。で、まあ、今日はですねじゃあどういうお薬が現在あの免疫療法として使われるようになってきたのかでそれがその長い研究の中でですねどういう研究をされたので今こういう薬が使われるようになったというのをできるだけわかりやすくお話をしたいと思います。 でまず免疫力っていうのはあの、まあ、風邪をひかないとかですね、えーまあ、そういうところにもちろんあの大事な働きをしてますですから、まあ、ウイルスとか細菌とか、まあ、そういう病原菌が入ってきたら、まあ、それをこうやっつけてくれるというのが免疫の力ですね。ですから免疫力があるという人は そういういいものににかかりにくいわけですね一番皆さんがよく免疫のことで一番身近に感じるのはおそらく予防接種だと思いますね予防接種をしておけば免疫がその予防接種の菌に対して活性化してまあウイルス感染病気になりにくいよというのがこれはもう純粋に免疫に依存しているようなあの医療ですね。でがん細胞も そういうい病原体だけではなくてウイルスとかだけではなくてがん細胞も免疫の力によって排除できるんじゃないかということで研究が進んでいるのがこのがん免疫療法ということになります。でその時よく出てくる言葉がですねここに書いてあてますこれは免疫細胞というのは先ほど言った病原体とかがん細胞、まあ、そういうですねもともと自分の正常な体とは違うものこれを 見つけ出して殺してくれるんですけどその見つけ出す時の目印ですね自分とは違うよという目印このことを抗原というふうに言いますですからがん細胞の目印はがん抗原というふうに我々は呼んでいますじゃあどういうふうに免疫細胞ががん抗原を見つけて癌を殺してくれるのかというところをまあそこを理解しないとですねどういう治療かということがなかなか理解できないといいます で、まあ、免疫機能を担っている。まあ、こう戦士と書いてますけど、あの戦ってくれる役、まあ、プレイヤーですね、役割をしている。これは白血球ですね。血液の中の白血球の細胞が免疫細胞です。で、ただですね、白血球というのは、こう、非常に大きなまとまりの呼び方であって、その中にはいろんなこう、役割の違う細胞が混じっているんですね。例えば、これ難しいですが、樹状細胞、これ、木の根っこみたいに、こう。 あるいは T 細胞という免疫細胞があるその中でもヘルパー T 細胞とかキラー T 細胞というのがあります。でこれがどういう働きをするかというと、まあ、例えばですね、まあ、がん細胞とかウイルス、まあ、こういうのがあるとこの赤いのがさっき言った抗原ですね目印ウイルスの目印あるいはがん細胞の目印です。でこれをを、ね、まず目印を見つけ出して 体の中でこんな目印ありますよ今体の中にウイルスとか異物とかがん細胞がありますよということを教えてくれるのがこの樹状細胞という細胞ですね。まあ,あの免疫の司令塔というふうにもよく言います。そういう抗原を見つけてあの見つけ出してくれる細胞です。でそれが見つかるとですね次にこの T 細胞のなっていうのがこう動き始めますね。でその中でもまず ヘルパー T 細胞っていうのはこの樹状細胞が見つけてきたこの眼光抗原目印を認識するとですねこれを探し出すとあこれは何か体の中に正常じゃないものがあるぞということで活性化をしていろんな物質を出しますこの物質っていうのは、まあ、これはなかなか難しいあの免疫の物質なんで難しいので細かくは言いませんけどこの物質があるとですね今度はこのキラー T 細胞っていうのが ヘルパー T 細胞が出すいろんな物質によって元気になります。で、このキラー T 細胞が元気になると、これはキラーというだけあって癌を殺してくれる働きを持ってます。この樹状細胞やヘルパー T 細胞は癌は殺すことはできないんです。ただ、このキラー T 細胞を頑張ってください、動いてくださいとするためには樹状細胞やヘルパー T 細胞という役割が必要で。まこれ共同して働いて最終的なま殺し屋は このキラー t 細胞というものががんのところにいてコロコロ、これを殺すとまあ、こういうことが免疫の中で成り立っています。まあ、あのこれを理解していただけると、あの私が大学の医学部でやっている授業とまあ、ほぼ同じレベルです。こういうことを,を教えてます。で、t 細胞がどうやってじゃあ活性化しますか？先ほど言ったヘルパー t 細胞やキラー t 細胞がどうやって活性化するんですか？というところのメカニズムをもうちょっと詳しく見ていきます。 T 細胞が先ほど言ったがん抗原ですねがんの目印を見つけるときにはこの T 細胞受容体と言われる、まあ、アンテナのようなものですねがんを見つけてくれるがん抗原を見つけてくれるアンテナのようなものがありますでこのアンテナからあがん抗原がきて樹状細胞ががん抗原を見つけてきたなそれを見つけるわけですただそれだけではですね実はこの T 細胞というのはまだ動いてくれないんですねでそこににさらに もう一つ別のシグナル、まあ、これはあの難しい言葉ですので覚える必要はないですけれども刺激性強シグナルと我々呼んでますが別のシグナルがもう一つ入るとこの T 細胞というのは動き出しますところがですねこの T 細胞は動き出すだけのシグナルじゃなくて止めるためのシグナルが入ることもありますでこの T 細胞が活性化するのはこの「動きなさい」というシグナルと「 止まりなさいといとうシグナルのこのバランスでで決まってるんですねこの動きなさいというシグナルが強い場合は T 細胞は元気になってさっき言ったようにヘルパー T 細胞キラー T 細胞がんを殺すという流れが動きますで一方でこの「止まりなさい」という刺激が強い場合は免疫細胞は動かないです,、ね、ですからもう一回まとめますとがんを見つけることがんの目印を見つけること かつ動きなさいあるいは止まりなさい、まあ、こういうシグナルのバランスこういうもので免疫ががんを攻撃できるかどうかが決まってるということになりますちょっと難しいので、まあ、今の話をですね車に例えるとまずがん抗原がありますねこれは車でいうとエンジンをかけるようなものですねただエンジンかけただけでは車は前に進みませんアクセルを踏まないと前に進まないですね先ほど言った 動きなさいというシグナルはエンジンをかけた後に今度はアクセルを踏む操作と同じです。でアクセルをかけると車は動きます。で止まりなさいというシグナルはブレーキのようなもんですね。つまり免疫というのは車の運転と一緒でものをエンジンをかけてアクセルを踏んでブレーキを踏むこれが上手にできてれば安全に車は動くわけです。行きたいところに目的にきちんと行けるわけですね。ところが このシグナルがうまく操作できてないと例えば急発進したりですねブレーキがあのアクセルが強すぎるとあるいはブレーキが強すぎると急ブレーキかけたりしてうまく車が動かないですね非常に危険な状態になりますですから免疫の制御っていうのはこのようないくつものシグナルで上手にされているとで逆にそこが分かればですねそのシグナルを制御することでがんの治療に免疫が使えるんじゃないかと。 いうのががんののが免疫療法の基本的な考え方でいろんなやり方があるんですがあの、まあ、まず一つはですねそのがんを殺してくれるキラー T 細胞、まあ、こういう細胞を増やせばがん細胞がたくさん死ぬんじゃないかということですねこのキラー T 細胞を増やすことができないかというような治療法があります。で一つがこれはまあちょっと難しいことです陽子免疫療法」と言ってますが。 まあ、いわゆる患者さんの血液白血球を取ってきてそれをがん、まあ、を殺す細胞を増やして体の外で増やして戻すということですね。でただですねこれ単純に増やして戻してて戻もダメなんですねやはりがんを殺す細胞をきっちり増やしてあげないと、えー、体の中にあるリンパ球は何もがんに対するキラー T 細胞だけではないです。ですからこのんをきちんと認識して がん抗原をを見つけてて殺ししくれる細胞を増やすすここが実は難しいんですねそれからもう一つががんワクチン療法といわれるものでこれも基本的な考え方はがんを殺してくれるリンパ球あの T 細胞を増やすというのが目的なんですがこれは体の血液を取ってくるんではなくて先ほど言ったがんの目印ですねこのがんの目印である抗原を、まあ、人工的に作ってそれを患者さんに打って。 そうすると体の中で自然とこの樹状細胞がこれを見つけてがんを殺すと、まあ、こういうことが普通体の中でも起こってるんですがそれをもっとたくさん起こるようにしましょうというのがこのがんワクチン療法と言われるものですねであの今申し上げたその,がん,のリンパがんを殺すリンパ球を増やして打つとかあるいはこういうがんのワクチンをするっていうのは随分研究をされたんですね。 さっき言ったように1990年代ぐらいからはこういうことができるようになったんですが実際癌の治療が標準治療になったのは数年前なぜその間これがうまくいかなかったかというのが実は大きな課題だったんですでやっとそこが分かってきたんですがそれがですねここに書いてます患者さんの体の中では先ほどアクセルとブレーキの話をしたと思いますが実は癌の患者さんの中ではこのブレーキが 非常に強くかけられててしまっているですから例えばキラー T 細胞を準備して打ってもあるいはがんの抗原をワクチンとして打ってもですね結局ブレーキがかかってしまっていれば車が前に進まないのと一緒で免疫はがんを殺すことができないということがやっと分かってきたでそれが分かったのでじゃあそのブレーキをなんとかしましょうという治療法が開発されてきたんですね。でまあ、もう一度ままととめますと 癌細胞を殺そうとする T 細あのまキラー T 細胞ですねこれがこう攻撃しようとするところが癌細胞というのはまいろんなシステムがあるんですがいろんな理由システムでこの免疫細胞に対してブレーキをかけてるんですねそうするとこの細胞はどんなに頑張っても癌を殺せないということですでそのブレーキの一つのまあ、一番代表的なブレーキのシステムが ここに書いてますが PD1 とか PDL1 と言われるこういうブレーキがあるんですそしたらまあこれを免疫チェックポイントと名前はですねあの免疫チェックポイントというふうに言いますですので、まあ、このブレーキを外してあげればどうなるかあそれからブレーキにはですね、まあ、この免疫チェックポイントだけではなくて、まあ、制御性 T 細胞とか、まあ他の細胞とかいろんな因子がありますでもいずれにしてもこのブレーキが問題だろうということが分かってきたと。 ということですねこのブレーキが問題であるとでそうであればこのブレーキを何らかの形で解除してあげるつまりブレーキを外してあげればこれがなくなりますそうすると押さえつけられていたキラー T 細胞がもう一回元気になってがんを殺してくれるつまり車が前に進み始めるんじゃないかと、まあ、こういうアイデアでされたのが これが免疫チェックポイントというシステムですので免疫チェックポイント阻害剤ブレーキを阻害をするお薬。で特にこの p d 1という分子が大事ですので、まあ、p d 1に対する抗体という、まあ、これはまあお薬の名前ですけどそういうものを使ってブレーキを外そうという治療法が行われるようになったということですね。 ここに書いてあるとです、ね、免疫チェックポイントというブレーキを取り外せば T 細胞が再び元気になるんじゃないかということですね。はい、で実際、まあ、私があのこの当時アメリカで留学をしてましたがアメリカで研究をしていた時もですね実際実験でこういうことをやってみました。細細胞胞とを殺してくれるキラー T 細胞をこう一緒に実 顕微鏡の下ででですすね、ね。見て見るんです、ね、そうするとやはり、えー、リンパ球はですね T 細胞キラー T 細胞はこの p d 1というブレーキがかかってると癌を殺すことができないんですそこにじゃあこのブレーキを解除するようなお薬を顕微鏡で見ながら入れてあげるとちゃんと癌が殺されるようになるよということが、まあ、こういうのが分かってきたのが、まあ、2000年ぐらいからですね。それれでやっっととこれがお薬になってきたということ PD−1 というブレーキを外すお薬である抗 PD−1 抗体というのが今たくさんのがんで承認をされてます免疫療法の代表格ですね、えー、まあ例えばこれはメラノーマといわれる皮膚のがんですね悪性黒色腫。治療前にこういうふうにがんがこう見えてますがこれが治療するとこうなくなってきてますねそれからこれはまた別のがんですねこれは肺がんですね非小細胞肺がん これは肝臓にこう転移がありますが治療するとこの転移が小さくなってます消え,消えてますというようなことが研究するとだんだん分かってきたわけです。これで、えー、今免疫療法としてはこのブレーキを外すということが重要であるとかつそれが今皆さんがんの,の患者さん方の対応してですね治療薬として使えるような時代がになってきたということになります。 これはあのもうあの詳しく見てもいただく必要はありませんがいろんな PD1 あるいは PD1 の相手方である PDL1 といわれる分子に対してそのブレーキを解除するお薬がいろんなお薬がもう承認をされていますでいろんながんで承認をされているということですねこれは世界的にこういうお薬の開発が進んできて承認が進んできています、まあ、日本ではですね悪性黒色種 非小細胞肺がん腎細胞がん保持筋リンパ腫血液のがんですね頭頸部のがんから胃がん尿路上皮がんというのはまあ主に膀胱がんですねそれからまた別の皮膚がんそれから悪性胸膜中皮腫というあの胸の,あのがんですね、まあ、そういうものに対して今免疫療法があの承認をされてますこのー c o p ワ1抗体というチェックポイント阻害剤が承認をされてます。 米国ではではすねさらに別のがんですね肝細胞がんとか子宮けんこういうものでも承認をされていてこれががんの標準治療として承認されるようになった先ほど申したように厚生労働省という国の機関が保険を使って治療していいですよと言われる免疫療法になってきたんですだから免疫療法は古い歴史があるんだけどそういう時代になってきたのはこの免疫チェックポイント阻害剤になってからということになります。 でただですね、まあ、全ての患者さんに聞いてくれればいいんですがまだなかなかそうはいかないというのが現状です大体、まあ、いい患者さんで効果が見られる患者さんは大体、まあ、いい2割からまあ3割ぐらいですね残りの患者さんはこの免疫チェックポイント阻害剤では治療効果がないということになります全ての患者さんに使えるわけではなくてここに書いてあるように、まあ、他の治療法で効果がなかったつまり抗がん剤が効かない 放射線治療も効かない、まあそういう状況の段階で一般的に使われてます。まあ、一部そうではなくて最初から使っていいよという癌もあります。全身状態が良くて副作用の危険性が少ない、でそれから一部のケースではこの PDL1 というまあ癌のあのまあ、先ほど言ったチェックポイント分子のま相手方の分子ですね。これが多く出てれば使っていいよとか、まあいろんな制限がありますが、えー、まこういう状況であれば使うことができる。 でかつその状況での効果というのは2割から3割ぐらいだと考えますただですね2割から3割とは言いますがこれは進行した肺がんの患者さんに対して先ほど言った免疫のブレーキを解除するお薬を投与した場合の,この生存率のカーブですねそうすると5年で16%ぐらいの患者さんは生存してますということですでこれはですね非常に少ない数字に見えるんですがえー この治療が開発されるまではですね肺がんの患者さんで特にこれ進行した肺がんの患者さんで5年間生存するというのは実は非常に難しかったですそれが、えーまあ、このお薬が開発をされて16%ぐらいは生,生存できる状況になったただまだまだですねじゃあこの部分ですねあの100%の期待できない、まあ、これをどうしたらいいのかというのが これから我々が研究あるいは開発していかないといけないということになります。それから副作用もですね、あのまあ、免疫療法というのはなんか体に優しいようなイメージがありますが、あ必ずしもそうではないということをごあのご理解ください。免疫チェックポイントを阻害をするブレーキを解除するお薬は、免疫がある程度活性化してきます。そうすると、いろんな自分自身の臓器をですね、免疫細胞が攻撃することがあります。 体中でいろんな炎症が起きてしまって、まあ、例えば肺炎とか腸の炎症とかですねそれからまあ一部は膵臓の炎症でインシュリンが作れなくなって糖尿病になったりとかですねいろんな副作用がありますのであのこれは注意をして見ていかないといけないということが分かっております。でその副作用ももでですすね、まあ、実はいいいつ起起ここるるかかよくわらないです投与してすぐ起こる人もいれば もう1年後に出る人もいますので免疫療法の副作用というのは注意深く長い間見ていかないといけないということがだんだん分かってきています。ということで、まあ、今言ったことのもうまとめになりますので詳しく言いませんが、まあ、免疫療法というものが使われる時代になってきて主にそのブレーキをかけている免疫に対してがんがブレーキをかけているそのシステムを解除するというものが今のお薬のメカニズムであるということになります。で 先ほどからお話ありますようにやっぱり効く患者さんと効かない患者さんというのがどうしてもいらっしゃるんですねじゃあどうやれば効く患者さんをきちんと選ぶことができるかそうするとより高い効果で高い効果を期待できるようになりますそのためのバイオマーカーといいますがどういう患者さんが効くのかということを調べるための研究これをバイオマーカー研究といいますこういうことが進んでますしそれからえ この免疫をブレーキを外すだけではなくてですねそこにさらに別の薬を組み合わせるような複合的ながんの免疫療法というものもされていますそれからもう一つ最後にもう一つだけこの遺伝子改変 T 細胞免疫療法という、まあ、これは非常に最先端の治療になります、まあ、どういうことかというと、まああの 免疫のブレーキのを解除すするお薬はですねなかなか全員に聞いてくれればいいんですけどなかなかそうではないとでその理由の一つがですね体の中の免疫の力がもう既に非常に弱くなっていてブレーキを外してもがんを殺す能力がなくなってしまったり状況が起こっている可能性がありますでそういう場合にはですね、まあ、やはりこういう遺伝子組み換えというまあ最先端の技術ですがこれを使ってがんを殺してくれる いわゆる免疫のキラー T 細胞を大量に、まあ遺伝子組み換えでも人工的に作ってしまって、まああのロボットのようなんですね細胞になると思いますが、それを作って患者さんに打ちましょうという治療法も最近では開発をされてきています。まあいろんなやり方があります。これは詳しく述べませんが、最近ではですね、これが白血病あるいはこのリンパ腫という血液の病気においては。 非常に良い,い治療効果ですね。まあ六割ぐらいの患者さんで、まあ一時的に癌が,がなくなるというような報告もされております。日本ではまだ承認をされておりませんけども、アメリカではすでにこれはあの標準治療として認められているような治療法です。こういう最先端の研究あるいは開発というものも今どんどんされていますので、まあ免疫療法の まあ選択肢ですね幅がどんどん広がってくるというのがおそらく今後の流れだろうと思います、まあ、あのがんの免疫療法というのももちろんゴールはですねがんを撲滅するということなんですが、まあ、いろんなあの手段が今お話ししたようにブレーキを外す薬あるいは遺伝子を変える薬、まあ、そういうものがどんどん出てきてはいるんですがまだまだ有効性が低いあ,のあるいは患者あのなかなか治療効果が得らない患者さんですねあるいは副作用とか。 ま、お金がかかるとまいろんな問題があります。まだあのまだまだあの先は長いんですが、こういうがんの撲滅に向けてですね。免疫療法の開発というのが、今どんどん進んでいるというのが現状でございます。はい、どうもご清聴ありがとうございました。